ジで。蓋入ったら教えて。あ、入りました。あ。
視聴者の皆様、大変失礼いたしました。小野さんも申し訳ございません。もう一度お願いします。ありがとうございます。その中視聴者の皆様、大変失礼いたしました。小野さんも申し訳ございません。もう一度お願いいたします。ありがとうございます。ライブ感あって楽しみです。よろしくお願いします。いつかは僕らは今を生きてる、今に生きてる、それを繰り返す。ああ、エンドレスなんだ、思いはエンドレス、君を嫌になんかなってたまるか。君を思ってなかないように。
いろんなことが起こることがライブだと思いますよ。そうですね。うん、別にあのなんか誰が謝るとかでもないと思います。どうでしょう、配信の皆様。本当にありがとうございますね。そんな声だったんですねっていうのをちょっと笑いそうになりました。歌いながらちゃいい意味ですよね。パチパチだったら嬉しいです。こういう世の中なのでこういう歌を歌いたいなと思って歌わせていただきます。すごいいい時代過ごしているという曲です。と顔合わせ長い時間指を離せ知識何も得ずに幸せマジで気づけよ虫の知らせ20代なんてさ子供でまだわからないことだらけだけど何でも知ったようなふりしてすごい時代過ごしてる意味ないことで増えるいいねすごい時代過ごしてるあああああ人の回しで相撲を取っていつもの口癖よは情けさらに甘えるだけ甘えてこれじゃあさただの親泣かせ20代立派な大人で社会的な責任も増えだけどいつまでもおとぼけたふりしてるすごい時代過ごしてる何もかもがインスタ映えですごい時代過ごしてるあすごい時代過ごしてる評価される
すごい時代過ごしてる。すごい時代過ごしてたこと忘れるなよ、いいかボケ。すごい時代過ごしてたんだ。ああ。ありがとうございます。かなりチャットも盛り上がってるようですよ。ほら見て、すごいね。すごくない？すごいですね。ありがとうございます。何ですかこれ、書いてるかな。あ、生で聞いてみたいって、ありがとうございます。あ、でもロゼ可愛いっていうのも来てますね。いや、やめてロゼさんが多分2曲目で来なかったから、うん、はい、なんかね、前のやつとかもね、なんかロゼ いないみたいなのあったかな。いない、多分たまにね、うん、たまにあちこちにいるので楽しいですね。楽しい、うん、この空間で歌うのはすごく楽しいです。うん、こうやって配信だけど見てもらってコメントもらえてすごく嬉しいです。それでは、うん、縁も竹縄でございますが、ラストの曲はこのステージでいっちゃいましょう。小野さん、お願いします。ロゼ、バイバイ。さっきも言いましたが、こんな時代だからこそ、こんな世の中だからこそ歌いたい曲をさっき歌いました。そして今から歌う曲も明日につなげていきたいなと思って書いた曲です。本当にありがとうございました。明日という曲を聴いてください。知りたくなかった現実に立ち止まってしまった。言葉にするって難しくて、だけど今は何も「けど今わかったことが、これから進む道を照らしてくれた」「さよならが僕を待ってくれた」するほど涙こぼれる今、今から行くよ。
見せたくなかった顔さえももう忘れてしまった大人になるって考えること自体が大人だと思ったもしも今君に会えたとしてもあの頃と変わらないままの僕で大野翔平でした。 Thank you 大野さん、あざます。あざます。本日はそろそろお時間ということで、はい、告知や視聴者へのメッセージをお願いいたします。はい、ちょっと本当にありがとうございました。見ていただいてる方々に知ってもらえてる、もらえたっていうことがすごく嬉しいです。コメントもたくさんいただきありがとうございました。スタッフの皆さんもありがとうございました。ロゼさんもありがとうございました。ありがとう、うん、小野さんありがとうございました。ありがとうございました。さて次のライブの開始までワンダージャムの舞台裏を見ながら楽しみください。それでは後ほどワンダー。
Fire Jam Music へようこそ。ロゼです。引き続きバーチャルダンサーのミツさん、よろしくお願いします。それでは早速始めていきましょう。 Let's get going。 今日の2人目の出演者を紹介します。アーティストの谷口孝博さんです。よろしくお願いします。トラブルとかもあったんで、あのバーチャル空間に入るのはなかなか大変なことなんやなと思ってね。いや、そうっすよね。あ、あのギタリストの宮崎優くんです。こんにちは、こんばんは。で、ゆうくん、あれですね、バーチャル空間に来ると坊主になるんですね。彼ね、ずっとロン毛やったんですけど、この空間に入るときに剃ってきた。ね、そう。剃ってきた。なくなっちゃった。なくなっちゃった。怖い言い方してるね、なんか、ね。ちょっと精一杯やらせてもらいたいと思います。よろしくお願いします。あざます、あざます。いつもと違う谷口さんのステージ楽しみですね。さらに YouTube のライブチャットもリアルタイムで見えるようになってますよ。ほら見て、いっぱい書いてるよ。見えますか？あ、見えますね。ありがたいですね。素晴らしい、ありがとうございます。うん、見てますよ、皆さん書いてくださいね、どんどん。うん、嬉しい。書きこう、書きこう。では、ロゼさんのテンションやばない。お、まだですか？お、ごめんなさい、どうぞどうぞ。いや、大丈夫です。行きましょう。本当ですか？僕行きましょう。あ、申し訳ない。あ、やっちまってない。あ、申し訳ない。じゃあ、では早速始めていきましょう。はい、ます。はい、Wonder Jam Music 谷口さん's performance is about to begin. Take it away. では、谷口1曲目歌います。切れかけという曲を。随分とあの人偉そうになされるから面白くなっちゃって頭とか下げちゃうよ。過去のあれこれはもう十分わかったから、今だよ今、今だよ今、今今今今今今今、仕留められたら楽だよな、理由的な意味で。だけど存在がないから後にもならない。どうでもいいのに忘れられない。ふとした拍子に湧き立つ怒り、無駄な時間と分かってはいるのに、好きな人には向かっていくのに、嫌いな人にはもろに言わない。楽しくやりたいから邪魔はしないでお願いするよ。自己満足は自己解決させてくれ、俺に付き合わせないで、家でやって、家でやって、誰かに預けてしまわないように、俺は怒るよ心の奥で。どうでもいいのに忘れられない、ふとした日
ありがとうございます。やばい、坊主の方歌えて、そりゃそうっすよね。え？なんか坊主の方歌え。おもろいっすね。変な注文入ってますね。いや、坊主の方ちょっとだけ後でコーラスやりますね。うん、坊主の方って言われてるやん。うん、いや、いいっすね。うん、なんか中学生時代からいきなり坊主にすることがあったみたいですね。よくはね。ああ、そうそう。あの谷口のね、マネージャーが、うん、あの僕同級生やから。うん、あのいきなり突拍子もない。ヘキというかね。で、あのこれ本当はね、スキンヘッドのこの坊主トークいるかな、こんなに。いや、いらんと思う。いらん？うん。あ、嬉しい、似合うって言ってくれてる人、うん。なんかあの本当はね、スキンヘッドにしたかったみたいでね、ゆうくんね、うん。そうそう。でもあのスキンヘッドにするのにはオプション料かかるって言われてね。あ、そうそう。なんかね、ゼロミリ やりたいって言ったら。うん、なんかプラス1300円って言われて、かかるって言われて、そんでどうせ伸ばすから、はいはいはい、そんじゃあ、じゃあ 0.8 1回 0.8 で様子見ていいですかみたいな、もう十分短いからもうええわ思って、あ、まあちょっとね、もしスキンヘッドにしたい方がいたらね、情報としてね、あ、そうそう、いないでしょう、あ、いないか、いる、今ね、でもここスタッフさん多いけど、うん、基本多分男性の方も髪長い人の方が多いよね。うん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 、なんか作る系の人たちやからかな。うん、え、どういうこと？いや、なんかこう。どういうこと？あの迷路に入った感じになっちゃったけど。うん、なんていうの？あのこう。あ、クリエイターの人たちの髪型伸ばしがち？そうそう、の長い人が多いんちゃうかな。多いんちゃうかって？そんなことない。そんなことないんじゃないですか。意外と短い人も多いんじゃないですか。そうか。であとあれですね、こんなにバーチャル空間を作ってる裏側を映すんやなってちょっとびっくりしましたね。あ、そうそうね、せっかくあれのに皆さんもその時見てるでしょうから、どういうスタッフがいるかっていう、うん、こんなメタな感じのこの裏も見せますよみたいなのが、うん、結構面白かったですね。次行きます？行こうか、行こうか、コメント拾うのとかまた後でやりますもんね。ね、じゃあ次行きましょう、うん、もう一回やろうか、うん、2曲目、欲望という曲を。心を
高めるものじゃない、だから感じたい。ありがとうございます。いいがね、いいがね、谷口さん、チャットもデラ盛り上がっとるやん。ありがとうございます。あ、今僕のターンでした、すみません、ね、ありがとうございます。いいがね、いいがねって、うん、どこの出身の言葉でしょうね。なんかね、聞いたら言ってたもんね、うん、どこの人か。でもロゼさん明らかになんか、うん、英語の感じがさ、うん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 、日本人のこの話じゃないから、うんうんうん、どちらなんやろ。出身聞いてもいいかな、ね、聞いていいんじゃないですか。でもなんかあのこう合間の感じ見てるとロゼのキャラクター今構築してる最中なんかなっていう感じがしましたけどね。あ、ほんま体重あー、ほんまやね、まだなんか仕上がってないというか、だからこういうのであの質問いっぱいしてキャラ設定させていくっていうね、はいはい、まだあの作りきれてないんじゃねいうのもありかもしれないですけど、すごいね。どこ出身なんでしょうね。まだでもだから今それを言ってしまったことで、はいはいはい、だから設定今から決めるんやったら簡単に言われへんよね、はいはい、あ、そっかそっか、うん、ここで変に言っちゃって決まっちゃうみたいなね。しかもあの事前にあのロゼさんはそんなにアドリブあの、うん、得意じゃないから、うん、それ言うの？そう、あのあ、すいません出身はね、うん、名古屋なんですけれど、はいはいはい、名古屋の栄ですね。栄、うん、あのひつまぶし好きやからね、そのキャラ設定ちゃんとやっとかんとね。めっちゃ美味しいよ、うんうんうん、めっちゃ美味しいよ。すいません、うん、なんか目困らせちゃったかも。でもロゼロゼさんって言った方がいい、ロゼちゃんの方がいいかな。あ、どっちでも大丈夫よ。あ、どっちでも大丈夫、ありがとうございます、うんうんうん、なんかなんちゃらダウン TV みたいな気持ちになってきますね。なんかこう、ね、キャラクターと喋ってるみたいなのが、あ、僕の前に貼るんかな、うん、じゃあ、うんうんうん、ね、これあれですよね、こっからコメントを拾っていくみたいな感じになっていくんですよね、きっとね。いいですよ、ほんうん、赤見えよう、ふっふっふって言うてる。お、結構やっぱりでも皆さんやっぱやなどうしてんのかみたいな興味あるっぽいですよね、コメント見てたので、うんうん、なんかこうどう撮っているんだろうみたいな感じでしたけど、ね、そりゃそうっすよね。あ、歌ったうまいっていうその坊主の人、歌えって言ってた人が、ね、歌ったうまいって言ってくれますから。あ、ありがとうございます。待望の歌を聴けたぞっていうのね、すみません、優しい、意外と優しい。なんかもっと僕攻撃されると思ってちょっとビビりながらやってる。ビビりすぎやろ優しかった。あなたの容姿をビビってる人多いと思うよそやね、ありがとうございます。皆さんコメントいろいろいただいて、あれこれ今のあー、ありがとうございます、うん、はい、うん、じゃあそれでは盛り上がってますが、うん、最後の曲ですね、うん、仮想世界の花道は表もあれば裏もある、現実世界に歌あれば Virtual 世界にも歌一つ、近くて遠い遠くて近いこの世界それではラストソング、谷口さん、うん、お願いします。じゃあ最後1曲ね歌って終わりにしたいと思います。今僕8月から配信リリースを5ヶ月連続でやっておりまして、
で先日本当昨日9月29日に第2弾の曲が出たのでそれを最後歌って終わりにしたいと思います。またバーチャル空間呼んでください。ありがとうございました。あの子の歌声を聞いた時僕はここからお別れをする。いつでも夢を見れる場所で生きてゆくよ。僕のためにあの子の歌声を聞いたとき、このままじゃダメだと思ったんだ。望んでいるよ、夢中でいるよ。寂しくなった時こそ離れていても、いつか必ず僕が見つけた街から届けるよ。この窓から見える景色がきっといつまでも僕のふるさと。違う窓から見える空は、吹き込む風は気持ちいいかな。誰かの命を思うとき、自分の命も見つめてたんだ。
ありがとうございました。ギタリスト宮崎優くん、ありがとうございました。丹口隆弘でした。ありがとうございました。Thank you, 谷口さん、あざます。ありがとうございました。本日はそろそろお時間ということで、視聴者へのメッセージをお願いいたします。まあ、先ほども言ったんですけども、引き続き8月から5ヶ月連続リリースしておりますので、この後10月、11月、12月とリリース続きますので、ぜひチェックいただけたらなと思います。あと、まあこういう空間でしたけど、お付き合いいただいてありがとうございました。谷口さん、ありがとうございました。さて、今日はここまで。本日の Wonder Jam Music いかがでしたでしょうか。今回の配信は Wonder Jam の YouTube チャンネルの Music にアーカイブとして保存されますので、いつでも見たいときにチェックしてみてくださいね。これからも Wonder Jam Music は毎月新しいアーティストの演奏を皆様のお部屋にお届けいたします。お楽しみに。 Anyway, bye bye Wonder! Bye bye! Bye bye!